Thank you.
もう終わっちゃった？この程度で私を止めようなど。
行くぞ、アサルトダンス続け、レイヤー、精霊たちよ、エンジャーセオ、はっ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 
暴れたいのに。柔道、何か気がかりなのか。え？ジャオの話を聞いてから様子が変だぞ。うん。犯人を追って王の狩場へ行ったと聞いて心配していたのよ。いろいろあったけど、とりあえずは無事かな。偶然とはいえ、あなたたちを巻き込んでしまってごめんなさい。イスラさん、それ嘘ですよね。何？私が心配したら変かしら。柔道、どうしちゃったの？イスラさんが僕たちと知り合ったのは偶然じゃないんだよ。決勝を知らせる鐘が鳴った時、この町の人に言われたでしょ。この時期によその人間が集まっていたら、それは闘技大会の参加者か観客しかいないって。そういうことか。私たちがイスラに助けられたあの時だな。ところであなたたち、ここの人間じゃなさそうだけど、町には何をしに？きっと言わないよね、あんなこと。僕たちに近づくよう言われたんでしょう、歩くノアに。イスラさん、嘘だよね。あの人たちバレないから平気だって言ったのに。でも私だってあの人たちに脅されてたんだよね、弱みがあったから。昔の仕事ですか？ユルゲンスにバラされたいのかって。この子にはすまないと思っている。でもあの時は私だって。お願い、彼には黙っていて。ユルゲンスは知らないのか？言えるわけないじゃない。ユルゲンスはとても純粋な人なのよ。なぜ話せないんだ？すでに過ぎたことだろう。あなたも女ならわかるでしょ。こんな醜い私を彼が愛してくれるわけない。あのことを知られたら私は捨てられる。私は幸せになりたいだけなの。お願い、彼には言わないでください。うん、人間の愛というのは難解だな。私には理解できそうにない。どうするかはエリズ、お前が決めるといい。どうして私なんですか？私たちよりその権利があるだろう。今さら私が償えることなんてないけど、お願いします。どうでもいいです。どうせエリーゼが一人ぼっちなのは変わらないんだから。それじゃあユルゲンさん探そっか。ワイバーンの話しなきゃね。どうした？イスラさん、エリーゼに何も償えないって言ってたけど、本当に何かしようとしたのかな？できることなかったのかな？その答えはイスラにしか出せないだろうな。
ねえ、シャンドゥの闘技場って賭けもやってるらしいね。今度ちょっとだけやってみない？レイヤってほんと勝負ごと好きだよね。俺はパスだ。意外だな。一番賭けに興味がありそうだが。俺の故郷は賭けが盛んでね、その怖さは嫌ってほど教えられたんだ。ちょっと遊ぶくらいなら大丈夫だって。負けるやつはみんなそう言って始めるんだよ。いいか、遊びなら賭けるな、賭けるなら遊ぶな、これがギャンブルの鉄則だ。つまり賭け事は命がけでやれということだな。その通り。大げさだよ。どうしても遊びたいなら止めないけどな。忠告はしたぜ。アルビンのやつ、いつになく真剣だったな、レイヤー。賭けるのはやめとくよ。ちょっと寄っていくか。どこへだ？おっと、聞いてたのかよ。野暮用だよ。シャンドゥには知り合いが住んでるんだ。この人は？ん？俺のお袋、ちょっと具合が悪くてな。父親も兄弟もいないから、俺がいない間イスラに見てもらってるんだ。あら、あなたは。どうも。バランじゃない、また家を抜け出して遊びに来たのね。せっかくバランが来てくれたのに、アルフレドったらどこへ行ったのかしら。この人何言っているの？レティシャさん、アルフレドは幼年学校の寄宿舎じゃないですか。ああ、そうだったわね。あの子きっと泣いてるわ。気が弱くて寂しがり屋だから。大丈夫、元気だって手紙が届いてます。ええ、休暇には帰ってくるんですって。大きな船で旅をする約束をしたのよ。アルフレドも楽しみにしてましたよ。あの子手紙でね、私が泣いていないか心配してるのよ。おかしいでしょ。でもとっても優しい子なの。若い頃に故郷を離れて苦労したんだ。親父も死んじまってさ、親父と暮らした家に帰りたいってそればっかり言ってた。こんなになっちまったけど、故郷を思い出さない分幸せなのかもな。アルビン、お前は今まで母親のために。そう、ママのために汚れ仕事をこなしてきたんだ。美しい話だろ。そんな言い方。同情はいいって。実際綺麗事じゃないんだ。たまんないよ、ほんと。あの、ある。あれは俺をご指名？ある、あなたは知ってるわよね、私も孤児だったって。子供が一人で生きていくにはあんな商売をするしかなかったのよ。ユルゲンスには黙ってろって。それにレティシャさんを見るのも
終わりにしたい。アルクノアにも、もう私に関わらないように言ってほしいの。それは無理な相談だな。お袋を安定させる薬はアルクノアの連中しか作れない。それを処方できる闇医者もお前だけだ。もう裏稼業は嫌なのよ。悪いけど、口止め料としては妥当だろ。ひどいわ。私はあの人と幸せになりたいだけなのに。なれるさ。昔のこと知られなきゃな。ただいま。あの人泣いてます。ああ泣き虫なんだ。いいの？気になるなら慰めてやれよ。悲劇のヒロインさんをさ。ジュードさんが以前シャンドゥでお話ししていた美しいご婦人ですが。カーラさんがどうしたの？私に紹介してくれませんでしたね。あ、紹介しよっか。おや、この私に紹介したい方がいる。ジュードさんの紹介では無下にできませんね。ミラ、足が痛むんでしょ？今日はもう宿屋で休もうよ。いや、私は大丈夫だ。ミラ。ユルゲンさんいないね。エリゼ、大丈夫かな？ブースターについて少し気にかかることがあるのですが、ナハテガルがガンダラ要塞で行っていた実験、あれはブースターを使用するためのものだったのではないでしょうか？ブースターがすでにラシュガルにも渡っているというのか？そう考えるべきでしょうね。ブースターはエリーゼみたいな子でも魔物と戦えるようになるものだよ。大丈夫かな？両国の兵がブースターを持って争えば、かつてないほどの惨事が待っている。本当にそんな戦いが始まるの？少なくともナハテガルにはその戦いに踏み切れる理由がある。クルスニクの槍だね。おお、戻ったのか。イスラから戻ったことを聞いたんだ。無事でよかった。はい。んなことより、約束のワイバーンの準備できてるの？ただ今は戦の雰囲気が高まっているとかで、王の許可なしには空を飛べないんだ。
私はこれから首都カンバルクへ行って王の許可をもらってくるつもりだ。ねえ、アジュール王に戦いが起きたら危ないってことを伝えた方がいいんじゃない？王様評判いいみたいだし、私たちと一緒に戦ってくれたりしないかな。おいおい、その戦いって戦争だぞ。私も直接会って研究所の真意を確かめたいと思っていた。アジュル王に会いたい。すぐカンバルクとやらに出発するぞ。ああ、それじゃあ荷物をまとめてくるよ。ねえ、研究所の真意って？エリーザがいた研究所って他にもたくさん子供が連れてこられてたらしいな。ジャオさんが言ってたの？アジュール王が民を守る存在なら私の望む答えを持ち合わせているはずだ。だが別の答えを持つのであれば金輪際やめると誓わせる。どんな手を使っても。うん、そうだね。ガツンと問いただしちゃおう。あ、そうだ、そういえば宿屋に荷物置きっぱなしじゃない？私たちが取ってきましょう。そんじゃ、俺もちょっくら。アルビン。よくやってくれた。エリーゼを守ってくれると信じていたよ。僕、約束したから覚悟決めたんだよ。ママ。アルビンってば。そろそろ私も覚悟を決めなければいけないか。次第の力がなくても今の私ならクルスニクの槍を破壊できるだろう。四大精霊を解放する前に壊しちゃっても大丈夫なの？無事では済むまい。憎悪なせず無惨するだろう。でも大精霊は死なずの存在なんだし。確かに時が経てば再び大精霊は現出できるだろう。だがそれは新たな意志を持った新たな次第だ。それってミラとずっといた四大精霊は消えちゃうってことだよね？精霊は人格や記憶が重要なのではない。精霊は存在そのものこそが重要なんだ。ああ、私は次第に恨まれるだろうな。ミラは四大精霊も他の微精霊もみんな大事な存在なんだね。違うよ、ジュード。私には精霊も人間も関係ない。全てが等しく愛おしい命だ。さて、カンバルクへ出発だ。結局、歩くノアを取り逃がしてしまいましたね。済んだことは仕方ない。それだけ奴らも必死なのだろう。アルビンさんですが、よろしいのですか？追い出してもついてくるだろうし、倒すならこちらも命を懸けねばなるまい。だったら目の届くところに置いておくのが安全だろう。それに良くも悪くもあの男は状況を変えてくれる。これは大した力だよ。さすがは精霊の王、御意のままに。
オタク、相当燃費悪いな。シュードから聞いたんだけど、四大精霊ってミラのお供なんだって？うん。だが私は。やっぱり本当だったんだ。ねえ、四大精霊を従えるってどんな気持ち？どんな気持ちと言われても、私にとっては常にそばにいる当たり前の存在だった。いつも一緒か。エリーゼとティボみたいな感じだね。そうか。私の次第への干渉はエリーゼのティボへの思いと同じなのか。だとしたら私はエリーゼに酷な態度を取ってしまったな。ミラ？あ、いや、何でもない。それでも感傷に流されるわけにはいかない。うう、温かい暖炉が恋しいですね。私は温かいお鍋が恋しいよ。鍋が恋しいか。今ならその言葉の意味が身に染みてわかるな。ミラ、お腹冷えない？大丈夫だ。もう肌水が。騒がしい精霊の主様だ。ああ、実験の体というものは本当にババダダないものだな。とりあえず何か食べよっか。よく左と右で違う武器を扱えるものだ。ガキの頃は左利きだったんだけどな、右も鍛えて使えるようにしたのさ。それも戦場で生き残る知恵か。体験を片手で震えるようになるには相当な修行が必要だっただろ。努力したんですね。いやいや、戦場じゃなく日常のため。俺すぐこんな両手に花状態になっちまうからさ。女性は平等に扱わなきゃ失礼だろ。何それ、尊敬して損した。アルビン失礼です。両手だけで足りるのか。さすがミラ様は器がでかいね。分かってるじゃないか。片手で扱えると思ってもらっては困る。